4割4分8厘9本22打点、出塁率5割3分4厘、OPS1.356、18四球7三振、得点圏打率5割。また打率上がっててくさ。なおば。なおべ。大丈夫博士にでも遭遇したんかこいつ。打率4割安定だな。ミート S100 あるでこれ。さ。みかん王マジであるやろこれ。ランナーあり代打で出せば打ってるのしか見ないわ。こういう時ぶつけられて終わるんだよな DHC 山田で学んだ。秋山が4割乗ってきそうで草生える。バグみたいな数字になっとるやんけ。長打率ランキング、1位宮崎、8割入り分7厘、2位秋山、5割2分6厘。ボンズやん。秋山もすげえ。あんたの8割が長打とかバケモンじゃん。これはラスト侍。宮崎4割やれるなら再開でもええわ。出塁率5割2分9厘、バケモノかな2年連続三冠王が出るのもおもろいな。OPS も 1.340 から 1.356 まで上昇した模様。マジでヤバいなこの成績。5打数に安打で打率を落とす男。死球でもう諦めとるはどうやって抑えるんだよこいつ。この人だけ戦前の野球やっとらんか。ヤバすぎやろ。もうどうやって抑えたらいいかわからん。早くポスティング認めてやれよ。広島最終年の丸みたいに一流が確変起こすとこうなる。規定4割いっててチーム余裕あったらもう欠場させてほしい。なおシーズン終了後のパワプロ査定はミートシーな模様。秋山が打率で早く追い抜いてほしいわ。3割8分7厘打ってるのに6分1厘引き離されてる異常さ。ちなみに秋山は5打数4安打だった模様。宮崎が三冠王になったら史上最年長か？